こんにちは、ひでぼうチャンネルのひでぼうです。暑い日がまたぶり返してきたんですけども、寒い日とか暑い日が来ると体に影響するんで、皆さん体調を崩さないようにお気をつけてお過ごしください。というわけで今日はこの YouTube について新聞記事出てたんで、まだまだ新聞記事の紹介をしたいと思います。カラオケ動画投稿無断で音源作成した男、著作権法違反容疑で書類送検。音楽配信会社東京渋谷区の音源を無断でカラオケ用の動画を作成し投稿サイトで公開したとして、警視庁は20日、都内の社員の男を著作権法違反容疑で書類送検した。捜査関係者への取材で分かった、広告収入を得たかった、違法だと分からなかったと話しているという。捜査関係者によると、送検容疑は来年11月、音楽配信会社がインターネットで有料配信しているカラオケ用の音源を不快にわたって不正にダウンロードし、歌詞をつけたカラオケ用の動画を YouTube に投稿し、同社の著作隣接権を侵害したというもの。隣接権は著作物を伝えるレコード会社などに認められた権利。男は2014年8月に登録した ANRI アンリですかのカラオケ制作室というページでカラオケ動画を多数投稿し、視聴回数が260万回に上がるものもあった。約800万円の広告収入があったとみられるという。8月末までに閉鎖した。悪質侵害後を絶たず、投稿サイトを覗くとカラオケや CD などの音源を使ったとみられる動画がたくさん目に入る。法的には問題がないのだが、日本音楽著作権協会ジャスラックによると、楽曲をめぐっては作詞者や作曲者などを守る著作権と、演奏者やレコード会社などの音源制作者を守る著作隣接権がある。CD やカラオケなど音源の投稿にはそれぞれの権利を持つ人や企業などから許可を得る必要があるという。著作権は管理するジャスラックなどのサイト側と利用に関する許諾契約を結び、自ら演奏するなどした音源であれば歌ったり踊ったりしたり動画は問題なく投稿できる。ただレコード会社などの許可を得ていないまま CD を流すなど著作隣接権を侵害したとみられる投稿は後を絶たない。あるカラオケ大手は投稿者が削除に応じなかったり、悪質侵害だったりした場合、サイト側に削除を申請をしている。具体的には明らかにしていないが、件数は年々増加傾向にあると。人気を高める側面も、一方近年では投稿で人気が高まることがある。2016年のドラマ「逃げる恥だが役に立つ」で話題になった恋ダンスをめぐって、 CD などの販売元が期間限定で投稿を認めも話題になった。著作権に詳しい弁護士は、著作物を活用した投稿は権利者が見て見ぬふりをするケースも多い。厳密には権利の侵害でも、権利者も投稿による盛り上がりがある程度歓迎している面もあると話す。皆さんどうお考えでしょうか。私はもういいんです。ね、ダメ、法律上ダメなんだからダメなんだと思いますけども、日本はね、人の歌っつがギターで弾いて歌う分にはいいらしいですけど、いちいちね、許可取らなくていいらしいですけど、アメリカはダメみたいですけども、まあ、詳しい境界線がよくわからないんですけども、また皆さん何か、ね、ご意見ご感想があったら下のコメント欄にお願いします。登録グッドボタンの方よろしくお願いします。また何かあったらご紹介したいと思います。ひでぼうチャンネルのひでぼうでした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ、さよなら。